そうですね。でもこれ箱に入ってる状態でやろうとしてるから、あれじゃない、でもその影響の輪とに目を向けたら、はい、今の話だと解決するかもなって話じゃないでしたっけ。いや、この箱の存在、箱の話を知った上でどう生きるかっていうことが、ね、なるほどね、でなんですよね。うん、そうね、難しいかもしれないけど、うん、あとあれ、博士だったらどうするかなとか考えるとか、どうするかな、どういうこと、うん、ああ僕だったらどうするか、まずちょっと意地悪いこと言いますもんねちょっと相手の盲点をついてくるっていうでも実はなんかシンプルだなって思ったんです。そうですね、うん、このね、232ページに書いてあるんですけど、目の前にいる人々が常に持っている基本的な他者性、つまり相手は自分とは違う一個の独立した人間であるという事実と、目の前にいるのは、目の前にいるのと別の人たちと共に箱の外に出ている間に学んだこととが相まって、相手の人間性が私たちの箱を突然突き通す瞬間があるんだ。なんか相手のためを思ってとか、相手のことを考えるとか周りの人を考えるって思ってるけど、実はそれって本当かっていうことがあるんですよ。だから、うん、なんか、うん、本当に深く、うん、そう思ってるかっていう、相手の人間性を尊重してるんだ、うん、私って思ってるかもしれないけど、はい、実はしてないぞっていう、それ本当にこう自分と同じように相手を見るってすごい難しいね、うん、そうそう、だからこれ多分本当に相手も自分と同じ一個の人間で、うん、同じように自分と、まあ、何か価値観があるとか基準があるとかあって、相手のルールで生きてるから、うん、そこを忘れないようにするというか、うんうんうん、忘れそうになるけど、うん、忘れないように頑張れっていうことかなってちょっと思ったんですけどね、うんうん、いや僕とかは、うん、なんかその例えば今日のミントさんとかも箱に入った、この瞬間入ったとか出たとか分かる、うん、分かるで、それちょこちょこ出したり入れたりするのがすごい楽しいっていうか人を出したり入れたりする、それを その感覚、そのだから箱ってなんかイメージじゃん、はい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 、ね、だからこれイメージにさしてるよねこの本は、うんうんうん、絵とかもね、だからその箱のから出たとことか入ったとことか想像できるよね、イメージすればいいんだから勝手にね、うん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 、である時になんかちょこっとされて、いやそうじゃないんですよって言った瞬間、あっみたいなピュッてこう入って見えるわけですその瞬間、いやそうか、なんか言ってきた時に、あそうか、なるほど、それは本当だわみたいなこと言うとまたこう出てきたっぽく見えるわけですよ。それをこうやっていく、これを本を読むことによってそれがなんかできるんじゃない、でき遊びとしてね、うん、あ、相手は箱に入れたり出したり出したりするで、それが最後の方で絶対やっちゃダメだったから悪い、もう高度な遊びですね。そうそう、あ、時間来ました。いやいや、大丈夫、はい、勉強になりました。はい、じゃあ最後に重要なことを言いますね。忘れ物ないですか、忘れ物ね、最後の重要なこと動画で来た、最後、お疲れ様です。じゃあ気をつけて、はい、最後にその私がさっき言ったその265ページ、まだ時間ありますよ。でもあ、そう、ルーさんが忙しい、ああ、はい、そうかそうか、でもまあ一応これを言って、みんなで、うん、ワイワイ話して終わりたいと思うんですけども、あ、いいですね、さすが、うん、はい、知っておくべきことと知ったことに即して生きることっていうのが書いてあって、まあ、要はその実践で気をつけるっていうことだと思うんですけど、この8個あるんで、8個のうち、まあ、1、2、3、4、5、言うな、結構4個にしましょうよ、まあ、じゃあ4個にしましょう、本買ってほしいし、はい、そうですね、この人が箱が入っちゃう、アーミンちゃんが、そうですね、じゃあ4個にします、はい、まず、すでにそのことを知っている人以外に、今ちょっと発音おかしかったんですけどすでにそのことを知っている人以外には箱などの言葉を使うな、自分自身の生活にこの原則を生かせ、なるほど、うん、これいいと思った、わかる、まず相手の前をどうぞ、そう、うん、で、次、他の人々の箱を見つけようとするのではなく自分の箱を探せ、うん、いいこと言ってるな、箱の中に入っていると言って他人を責めるな、自分自身が箱の外にとどまるようにしろ、うん、うん、で、最後、他の人が間違ったことをしているという点に注目するのではなく、どのような正しいことをすればその人に手を貸せるかをよく考えろ、うん、そうね、はい、で、まあ、諦めずに頑張れって書いてあります。そうね、うん、だからその僕自身は、まあ、ある人がその動画を見ていた時に、まあ、ある、ね、箱に入れたり出したりする遊びをしてたら
そのよなんつうのかな、さじ加減を間違い、完全に箱の外に、箱の中に入れてしまったっていうね。あ、そうですね、はい、鉄の箱、鉄ガーンとかだからすごくダメです、それは、うん、そういうことしちゃダメなんです、うん、だから自分の中では失敗したと思ってるんですよ、うん、なんかいいですか、質問というか、はい、あの相手を人として接するっていうのはすごくわかるし、うん、その博士もこう相手の気持ちがわかると別に腹が立つこともなくなるってあるじゃないですか、はいはい、で本当そういう通りだと思って、この人がこういう主張するのもその人目線ではごもっともみたいな、うんうん、で逆にでもそれがわかるとこっちが生きづらくなることもあって、うん、例えば仕事なんかでもこう営業とかされたら、うん、この人は立場上こうしなきゃいけなくてこれ売りつけているから、うん、それが分かるからこそ買ってあげたくなるけど、うん、別にいらないものだしとなって、なんかこうぐにょぐにょってするから、極力相手の感情とか思考とかを取り、うん、読みたくないって思うんですよ、うん、って思いません？いや、思わない、思わない、はい、思ってそこには、うん、なんかミントさんありますか？ない。そこにはもう一つの罠があって、うん、自意識過剰。過剰、うん、だってその人が営業で売れなかったとして、さやこさんがどれぐらいの影響あるんだろうかと思うんだよね。あ、ちょっと影響なかったとしても、なんかこう来たからにはなんかこう、いや、そう、そう、彼は何にもに断られてるだろうと、うん、で彼から見たら自分ってすごいでかいじゃん、いつも自分の中にいるから、うん、で向こうから見たら多数の人の中で一人でしかないわけですよ、うん、だから断ったとしても、ああ今日7件断られちゃったでしかないわけですよ、うん、だから普通に、あ、買いません、でも買ってあげたら嬉しいんだろうなとか思うと、大して嬉しくないと思う、あ、うん、7件断られたのが6件だったっていう、あともう一つ、うん、なんか行動は1回喜ばせるだけじゃないなっていつも思うんですよ、ずっと続いていくと、あ、だからこの後の面倒まで見られますかまで聞くとほとんど切れる、わかります、なんか誰かに優しくしてあげようとしたりするじゃん、うんうん、でも優しくしたら優しい人になっちゃうわけですよ、向こうはその後の習慣に書いてあるけど人格で感じるんで、優しい人だみたいな、そうすると接するために優しくしなくちゃいけなくなってくる、うん、それ全部めんどくさいから今切りますっていう、うん、そこまでこうなると結構ドライになり、あ、買えませんっていう、やっぱドライです。でそのドライでいるためには、その相手の感情とか思考を読まない方がドライになる。いやいや、読んだ上で愛いりません。そこにだから自分が関わりすぎてるんだって。しかもこの点にこだわりすぎてる。この点っていうのはその売りに来たこの瞬間にこだわりすぎてる。もっと長い時間で見ると、彼にとってはたった1日でしかないですし、買ったことによって生じる面倒くささもあるので、はい、さようならと。これ別に大したことないっていうか。じゃあ後輩とかだったらどうなる？後輩とかも助けられますか、最後まで今日何かしてあげましたと、今日明日も来ますよ、彼は明日はダメ、なるほど、分かる分かる、明日はできない、でも明日は助けられないけど、今日今は助けられるときは助けない方がいい、今日助けられたらそれ全部だから、僕の中でいつも、最終的なのは何かをしてあげたじゃないんですよ、彼が僕にどういう印象を持ってるかで決まるんですよ、うん、つまりその優しくした後で優しくしてくれなかったら、あれは気まぐれだったんですね、あの先輩と、あるいはあれは、なんだろう、優しいと思ってたけど何々するための道具だったんですねと思われちゃうじゃん、点で見ない、線で見るんですよ、ずっと先まで、先の先まで見てこれした方がいいですかっていう視点で見なさいと、そうすると中途半端な気持ちで優しくしなくなる、優しくしたいんだったら最後まで面倒見ろっていう、なのではいさようなら、なんか仕事なんかでこう、うん、契約なんかの時に、うん、そのお互いの主張があって、うん、妥協点で契約を結ぶっていう時に、その相手の状況とか感情とか分かると、あ、でも私、あ、分かるなって思うけど、でもこっちの要求はこれって、うん、でそう、相手の気持ちが分かるがゆえ自分の要求を押す力が弱まってしまうから、うん、相手のなんだろう感情とか状況を知りた、極力こうドライに読まない方がいいって思っちゃうんですね。あ、そう。なんかその、それこそ7つの習慣にあるウィンウィンってあるじゃん。うんうん、あれはそのスティーブン・コビーが考えたすごい言葉なんだけど、うんうん、ウィンウィン、そのお互いに勝てる状況じゃなかったら、もうその取引は成立しないでいいですよって言ってるんですよね。まあでも雇用契約とか業務契約とかだと、それでも結ばなきゃいけないところも妥協点探しみたいな。妥協点探しですよね。では、ウィンウィンを探すってことか、うん。それでいいじゃないっていう。書いてありますよ、この経営、このね、トムさん、主人公のトムが聞くんですよ、バドミス。でもだからって言って、その経営とかビジネスの世界で常に箱の外にいたまま
周りの人に接することなんてできますかみたいな。もういいこと聞くね。そうそう。でもその箱の、外にいたままでもなんか行動は関係ないんだと。なんかソフトにするとかハードにするとかそういうことじゃないよって言ってるんだよ。行動じゃなくて、相手を尊重する。なんだよ。なんだっけ。いいで言っといてさ。なんかねあったのよ。あったんですけど、ちょっと忘れちゃった。最初の方だったんですよね。なんだっけ。だってそのさっき言ったその何、あとエレベーターを閉じるとかも、うん、あルンサか言ってたのも、うん、別にやってる行動変わらないのね。罪悪感を持って、エレベーターを閉じるか、うん、何も考えずに閉じるかの違いだもんね。うん、やってること変わらないの、うん。あそうそうそう。そうなんですよ。それじゃないで閉じるの方がいいって思っちゃう。だからそういう何も考えないで閉じるでいいんですよ。あ、いいの。だからここで言ってたのはそのなんか、自分は正当化するとかそういう話だもんね。あ、そう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 。だからその買わなさっきの例だと買わなかった時にあの営業が無能だからとか、そう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 、自分がその買わなくて当然だとか、なんか正当化したりしちゃう、そういう過剰、それは違うんだよな。つまり心を読みまくったらどうも感情移入しちゃうんだと、相手にね。その人は家に帰れば、そうそうそう、自分の要求ができなくなる、ね、うん、あるいはその社員の人がこんな給料少なくて大変なんだよな、でも私は経営者としてここまで抑えなきゃいけないっていう時に胸が痛み、そしてなんか何だろう、そのために経営の邪魔になるように上げてしまうと、うん、だからそれが嫌だってことだよね。それだったら初めから考えずに、はい、もう300万と決めた方が楽だってことですね。トライにやるって。あ、そうそうそう、そのだからその相手のその組む必要性はあんまり感じないですよね。何のメリットがあるかって、そう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 言ってます、ね。それは相手を動かすために重要なんですよね。動かすために重要なんですよ。うん、ああ、そうだから結局経営の理にかなってるわけですよ。うん、例えば何だったかな、うちじゃない、うちって言っちゃった瞬間にもう何も言えないし、まあある会社だったりでも、まあ結構見誤る経営者とかがいるんですよね。だから何だろうな、例えば。まあ、いや、その昔で言えばこれよく言う話だけど、ある従業員の方に、いや、ある研究室ですごく仕事頑張ってるんで、教授が博士号あげましょうね、博士号あげるから頑張ってほしいって言ったんですけど、この彼女は博士号なんかいらないですと、むしろ早く家に返してくださいと思ってるんですよ。だからその報酬とか何の意味もなく、彼にその教授にしてみれば優しさで無理を言いながらも本当は与えられない人にあげたんですよ。でもあげた瞬間やめてったんですよ。でその時裏切られたとか言ってるけど、もともと彼女それ欲しがってないんですよ。あ、それ分かってないからあげるものを間違えてるんですよ、うん、っていうことが分かる。これがなるほど、うん、読んだ方が結果お互いに、そう、相手が欲しいものがあなたがあげたいものとは違うとか、サイコさんは裏切られにくくなったりしてるかもしれないですね。裏切られにくくなってる、ちゃんと考えてあげればですね。分かってればそうですね。分かっていて、契約別にその気持ちを分かってくれたから、なんかそんな簡単に裏切れないなとか思ったりされて、できてるよね。だからその何、あ、私うちも経営が見えてない利益があるかもしれない。あ、僕の気持ちを読んだ上でやってるから、うん、その従業員の自分へ の忠誠心が高まるとかがあるかもしれない。読んだ上でちゃんと相手を思って行動してればね、うんうん、うちも経営がそんなに楽じゃないので、従えることは限られてるけど、週末とかになんか休みを増やすことはできればよみたいな、うん、そこは家族のことをいつ思ってる人だと分かっていて、それをしたとしたらメガヒットですよ、それは。まあ、やっとってないですけどね。じゃあそろそろ終わりですかね。ありがとうございます。いや、やっぱすごいいい本、いい発表でしたね。読み込んでて素晴らしい。はい、じゃあその何だっけ、赤いのパタッと下げる、くるって回してパタッと下げると自動的にカメラがパタッパタッ、そう、それさよならとかいいですか。いいです、さよなら。